有料例は中華民国のジャーナリスト、政治家、経済学者。原籍は福建省。筆名は T. アンディアング D. インドネシア名はトゥーベギースプロナタタートイジョや、家境の家に生まれる。中国語よりも英語をよく話した。ロンドン大学、ウィーン大学で学ぶ。1925年、ロンドン大学の BSC を取得し、 王立経済学協会会員に推薦された。1929年、中国国民党中央執行委員会中央、通信主任となる。翌1930年に帰国し、王朝明の秘書を務める傍ら、欧米各国報道機関の通信員を掛け持ちする。例としては、ニューヨークタイムズの北平通信員、ドイツ社会民主党通信社中国通信員、デイリーニュース、 ニューリーダー氏、バタビア新報の各北平通信員が挙げられる。また、ツラネカ諸報社社長や、ピープルズトリビューン総編集ともなった。なお1931年に、当時上海で、中国共産党中央の指導機関を運営していた、周恩来が、国民党の取締りを受けて苦境に陥ることがあった。この時、ユラレイは州を核まい。 さらに外国人協力者等の協力を得て、州の上海からの脱出を手助けしたとされる。1933年、国民政府外交部顧問となり、特任全権講師待遇も受けている。その後、チャイナ・トゥデイシリーズや、中国現代英文百科全書などの総編集を担当した。この頃のユラレイは、中国に関連する多くの英文著作を表し、国内外に、 大きな影響を与えている。なお、1937年に発行した、ザニューカレンシーシステムインチャイナは、超貢献の著作とともに、ミルトン・フリードマンにより参考にされた。王朝明が、南京国民政府を樹立すると、ユラレーもこれに参加する。1940年8月、国際宣伝局局長に就任し、南京国民政府崩壊まで一貫してこの地位に、あった。 また、翌年5月から10月まで外交部政務事長も務めている。日本敗北、王朝明政権崩壊後に、ユラレイは、官官として逮捕され、上海市のひさげあい監獄に収監された。しかし、後に何らかの事情で釈放され、1949年に、故郷のインドネシアへ帰った。その後は、ジャカルタに居住して、ザ・インドネシアン・レビュー・オブ・インターナショナル・アフェアーズ市の、 研修に参加し、インドネシアにおける中国人の二重国籍問題に関する論文も寄稿している。なお、1969年12月17日には、日本の中国政治学者、山田達夫の訪問、取材を受けた。1970年、死去。去年70。ありがとうございます。